やー、暑い。最近の朝の挨拶は暑いしかないですね。ほんと暑いね。朝から夜まで。ちょっと待ってね、交差点なんで。いやー、しかし暑いわ。ちょっとエアコン結構強めに入れてるんで、風切り音が入るかもわかんないですけど、エアコンの。はい、ということで今静岡にいるんですが、今日は富士山は何も見えません。残念ですね。いやー、しかしこの暑さは何なんだ。てかまだこれからですよね、多分ね、暑さがこうね、来るのは。ちょっと道幅狭いな。いやー、これからどうなってしまうんだろうね、これ。ねえ、皆さんも本当体調に気をつけてくださいね。僕はね、結構まあなんかトラックの中とかでも結構熱中症になったりするらしいんですけど、まあ、水分は結構取ってるんであれなんですけど、まあ比較的ね、トラックの中ガンガンエアコン効かして走ってるのでまだあれですけど、やっぱ外で作業してる方とかね、家からちょっと買い物行くのに外出てとか、急な温度変化とか、ああいうの気をつけてくださいね、皆さんも。まあお前が一番気をつけろよっていう感じはしますけど。いやー、とりあえずね、今日は名古屋の弥富あたり近辺へちょっとね行きたいと思います。積み込みの方へ向かう感じですかね。まあ、とりあえず今日はまあいつもの感じなんですけど、高速乗ってとりあえず静岡のサービスエリアで燃料入れて、まあ本当いつもの感じで走っていきたいと思いますね。まあいつもの感じって、いつも見てくれてる方はあそこか、そんな感じかみたいな思うかもしれないですけど、まあ初めて見てくれた人はね、わかんないと思いますけど、だいたい今ここなんですけど、この辺に行く感じ、こういう感じで行く感じですね。なんでとりあえず積み込み向かうにはこのぐらいの距離ってことですね。まあそんな感じで今日のところは走っていきたいと思いますね。ちょっと待ってね、踏み切りなんで。さあ踏み切り来ないで遅れよ。やば、向こうに電車止まってたね、駅に。危ねえ、あと一瞬でもう電車来るとこやったね。あれ、自転車気をつけてね。なんか前のトラックが左折するんだけど、生コン車が、その後ろに自転車いるんだけど、トラックの後ろにすっげえ張り付いてるから危ないよ。そんなに際どいとこまで近寄って、さあとりあえず走っていきましょう。ところもあったので連絡とかも入れて、もうここであとはね
とりあえず向かって走っていきましょう。しかしいい天気だなこれ。今日はまあ雨降る心配はないでしょう。これはね、請求を支払っていきたいと思いますね。本日の高額請求はいくらでしょうか。相変わらず言い方が悪いですね。高額請求とか言われてね。せやけど本当に高額請求ですからね、これ。なかなかの額来ますからね、これ。来ますよ。ということでちょっとここね、あのポイントミニカーに行かなきゃいけないので、ごめんね、よいしょ、ごめんなさいね。中でね、積み上がりましたよ、これは。まあこれは全てあれですね、日頃の行いってやつですかね。うるせえか。うるせえね、ほんとうるせえね。いやー、よかったよかった。おー、なんか走ってきたぞ。慎吾ちゃん走ってきましたね。あれ違うか。あつー、ちょっと動いただけなんだけど、すげえ暑い。あ、なんかまた走ってくる。あ、なんかこれは火事か、何。いや、あれでも今レスキューかなんか事故かなんかかな。怖いわ。あれ、また来たわ。何？今なんかレスキューやってね、やっぱなんかとんでもない事故でも起きとるのか、これは。怖いな。火事ではなさそうですよね。なんかレスキューっぽい車ばっかりですもんね、行くのが。ちょっと事故かもしれないですね。まあ本当ちょっとね、気をつけていきましょうね、これは。いやー、しかしさ、ちょっとさ、トラックをこう止めてる、エンジン止めてさ、積み込みとかしてる間にキャビンの中やばいぐらい暑いなるもんね。ほんとちょっとの間なんですけどね、ひどいわこの暑さ。前は子供のクラブとかのやつで外でね、ずっと動画を撮ってたりしたんですけど、汗だくだったし、もう
撮ってる僕がこんなに汗だくなのに、これ本当スポーツやってる子は大丈夫なのかなと思うぐらいですもんね。この暑さの中でやって大丈夫かなと本当に思っちゃうぐらいの暑さでしたね。本当ちょっとね、ああいうのももう考えていかないときついっすよ。僕なんか全くね、ただ本当に三脚にあのカメラ乗せて動画撮ってるだけでもう上の服ベッタベタ、もうズボンとかもなんかベッタベタになるぐらい汗かいちゃって、そりゃかきすぎやろってぐらいの汗かいてましたお前だけめっちゃかき汗かきすぎやろみたいな感じぐらいね、汗かいてましたね。ボールもバッと取ってきましたわ。とりあえず今午前中に積み上がってるので、ちょっとね、あの下道を歩んでいきたいと思いますね。ちょっとはその余裕が あるかなと思うので。いやー、しかし本当にね、これは気をつけなきゃいけない。こんだけ暑いと、あの車もそうかもしれないですけどね、車とかあのタイヤとかね、ああいうのもちょっと注意しないと本当にバーストしたりするんじゃないですか。これ水温とかさ、ああいうのもちょっとチェックしたいですよね。気をつけとかんと。昔の僕のあの伝説の4トンはすぐにオーバーヒートを起こすトラックで、もう夏になるともうほぼほぼあのレッドゾーン入ってくるぐらいのとんでもねえ車やったんですけど、もうあの天理の坂をね、あの天理川から登ってくる時なんて、それはそれはすごかったっすよこれ途中で一回休んだ方がいいんじゃねえかなってくらい、もうあのガンガンにもうレッドゾーン入ってきてなんでこんなに水上がるのってくらい毎回上がってましたね。でももうボロボロすぎて、もうそれをどうこうするあれもないじゃないですか。でもずっとそれ乗ってて、もう毎回毎回天理の坂でもう毎回水温上がってくるんで、もういいわと思って、もうガンガン水温上がってぶっ壊れんかなってもう壊れてくれんかなこれって思って走るんですけど、全然壊れないですどんだけ丈夫なんやと思ってこのトラックどんだけ丈夫なんやと思って、ほんと全然壊れないですよレッドゾーンに叩き込んで水温走っとんのに全然壊れないですほんとに参りましたね。もういい加減嫌気がさしてきて、もうこれはもうほんとに勘弁してくれるんだな。水温は上がるし、まあそれこそね、ここから雨漏りはするしね雨降りの日に、もうさすがにそんな車だったんで、まあいい加減壊れてくれと思って、もう壊れたら新しいの買ってくれるんじゃねえかと思ってまあ壊れてくれと思って、もうレッドゾーン叩き入れてましたもんね。なのに結局最後まで壊れなかったですねねえ、壊れんのかいと思って泣いちゃいましたよあれはそんな思い出がありますね。伝説の4トンには数々の伝説を作ってきた車なんで、あれはまだ本当僕がねトラック乗り出した頃ばっかの、まあ、トラックなんですけど、あまりにもボロすぎて伝説でしたね, ねえ、まあそんな話はいいかとりあえずまあ気をつけてね、ちょっと下道ずっと走っていきながら、まあ、様子見ながらね途中で上乗っていこうかと思います。なんか下道でなんて余裕ぶっこいとったらなんかすげえ渋滞してますわすげえ渋滞してんじゃん。あー工事か、工事の絞り込みあるんですねこれ。 100m 先右へ行かんなら感じですね。まあちょっと近いところまで行かせてもらいましょう。途中途中で入っていくと大変なんで。ああ後ろの車止まってくれとるな、ありがたい。車はちょっと手を挙げてお礼をしておきましょう。待ってくれてるんでありがたいです。
えてすごい親切にスパーンと開けてくれると助かりますわ。お、一気に流れますね気持ちいいですね、一気に流れて。さあ皆さん、本日も新幹線の時間がやってまいりました。さあ今信号で引っかかってるので、今日はちょっと来るタイミングがかなりありそうですよ。これは今日も右から左へ流れていくんではないでしょうか右から左へ新幹線を受け流していくんじゃないでしょうかさあどうだ。ああ信号青になったぞ。さあ来るぞ。いやさすがにここは来るだろう。どうだ、来ないのか。来ませんでしたあ、今通れた、今後ろ通れた。マジで、うわ今後ろ通れた。うわうわー欲しい。なんか最近ちょっとずつなんか近づいてきましたね。てか今もうもろちょうどねくぐっとる時ぐらいにブワーって通ってった。うわー今のでも多分映像には映ってないだろうからこれ信じてもらえないですよね。うわこいつまた最近全然出会わんもんで今度言い出したわ、今度こんなことみたいなマジで今通ってった。うわー欲しいな。いやこれは近づいてきましたよ。もうそろそろみんなでうわー来たーってなりますよこれ。いや今のうわーほんと、もうどうだろう、2台ぐらい信号待ちの前に車がいたら多分見れてましたね。あー欲しいわ。まあ世の中そんなもんすよ世の中そうは甘くないですよ。ちょっと高速乗ってパーキングへ慌てていきます。430の時間がない。あ止まる場所スペースが全然なかったのでもう上乗って休むしかないですね。もうなんか渋滞になってきましたね。わあ430が厳しいのに渋滞ですよ。マジかーって感じですね。もう今あと残り30分、まあ30分っていうか30分切ってるんで30分もなんとかなんとかなんとかかんとかの30分なんで早いとこちょっとあれですね、パーキングかなんか入って泊まりたいですね。すいません、ありがとう。もう片付けるのかこれ。ああ片付けてますね。わあもうちょっとのタイミングでしたね。まあとりあえずこの先は川島か、あそこ入ろう。本当に時間がやばい。まあ、今もう渋滞終わったんでとりあえずは止まれそうな気がしますけど、ただ今度は今ちょうどお昼時なんでパーキングが空いているのか問題が発生してますね。あっちの向こうの奥の方にあるね観覧車が見える
あそこに入りたいと思いますね。いやこれは本当はもっとね下道で走っていきたかったんですけど、もう止まる場所がなくてもうなんともならねえとなって、もう今上に避難しましたね。てかこの430のためにこういうなんかね、クルーはマジでこの430なくしてくれんかな430はなしでいいですみたいな、なんかタイミング的にうまくいきませんわ。まあとりあえずあそこ止まるようにね、あともうちょっとなんで行きたいと思います。さてちょっとねそこ寄りたいと思いますね。止めるスペースはあるかな。わあ結構乗用車もいっぱいいるぞ。わあバスとかもすげえおるな。さすがもう夏休みに入ってるからね。観覧車もいっぱい乗っとるわ。人は乗ってねえか乗ってねえな乗ってなかったわ。あでもあそこに乗っとる人おるわ。とりあえず時間が来たのでまた走り出したいと思います。